声だけでやってる時は、まあ、過去の作品としてもうそれで終わってるわけですよね。だけど20年後にこの体を使って同じセリフを言ってみると全然違う表現に なるんですね。でそのでも見ていただく方はジブリの映画も見ているファンもいらっしゃってくださるだろうし、でも湯婆婆銭婆婆として演劇として私の体が成立しないといけないので、そこが非常にもうすごく行ったり来たりで、一度なんていうかな、声優 の声は忘れて新たに作っていったので、言葉を誤解を恐れずに言えば二重苦でした。やったことが足かせになってるっていうか、前はこう言っちゃったんだけど、でも本当に動いてみるとそうじゃないっていうのがたくさんあって、でもジョンが稽古場で最初演の時に決して皆さんモノマネはしないでくださいとおっしゃったんで、それちょっとストンと落ちたような気がして、演劇の方向へ、演劇の方向へって変ですけど、自分の手足を使った湯婆婆銭婆婆にしていくのに、他の演劇よりも2倍も3倍も時間がかかりました。めっちゃ難しい。みんななんて答えるんですか。いやそうっすよね、テンポっすよね、テンポっすよね。え、なんだろう、え、ちょっとわかんない。キレキレな拍だと思います。ありがとうございます。三浦さんは。はい、私は、まあ、自分で言うのもなんですけれども、稽古来ない拍とか言うな。幻の拍。すいませんでした。では益子さん。僕はよく東北出身なんですけど、色白で消えそうとよく言われるので、消えそうな拍で。輪役まとまっていいですか。はい、じゃあ立っていただいて、立っていただいて、輪役がやっぱりたまたまなのか、宝塚出身、娘役出身3人が揃ったということで、宝塚は清く正しく美しくということで、清い輪、正しい輪です。美しい輪です。清く正しく美しい輪をさせていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回やっぱり新たにねキャストが加わって、みんなもうエネルギーあふれる稽古のたびにもう学ぶことばっかりな、もう最高なカンパニーのになれたなというふうに思いますので、本当にいい舞台をお届けできるなっていう自信もしっかり感じております。なのでやっぱり日本の方にも世界の方にも思う存分楽しんでいただけたらなというふうに思っております。ありがとうございます。